ペチカはつながる放送部。まずはこの曲から聴いてください。7月5日に発売しましたカサブランカのカップリングに伊藤薫先生に作詞作曲していただいた曲です。鶴ヶ半島。どこで暮らしても幸せでいてほしい。あれほど愛してくれたあなただから、北陸へあてもなく昇進の一人旅、憎んで別れた二人じゃないから、鶴ヶ半島波の音、海辺の街の優しさに恥ずかしいほど切なくて滲む滲む涙。目の前は日本海、どこまでも日本海。若かったそれだけで悲しみと気づかずに、僕らの行方は帰れない場所へ。できるものなら叶うなら、時間よ戻れあの頃へ。ただ会いたくて会いたくて、いつもいつも今も。夕暮れの日が灯る星空の日本海。鶴ヶ半島波の音、海辺の街の優しさに恥ずかしいほど切なくて滲む滲む涙。目の前は日本海、どこまでも日本海。ありがとうございました。今月の当番は第4回以来の久しぶりのご登場になります、はい、松原健さんをお迎えしました。松原健です。よろしくお願いします。
願いします。よろしくお願いいたします。そして、今月も進行のお手伝いをさせていただきます。定築レコード塩田と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。では松原さん、簡単にこの番組をご紹介いただけますでしょうか。はい、ここ東京港区にあります定築本社の配信スタジオ、定築コネクトスタジオからの生放送。つながる放送部のタイトル通り、皆さんとつながることをコンセプトに、生放送でのコミュニケーションでつながる視聴者参加型番組でございます。番組では事前にテーマを発表しておはがきを募集しました。今月のテーマは夏の終わりということで、ここにたくさん皆さんからいただきましたよ。ありがとうございます。この後のコーナーでご紹介していきますので、お楽しみに。はい、ありがとうございます。はい、で今月もあのスタジオの方はしっかりと、換気をしながら感染対策をとってお届けしたいと思います。生配信中は、チャット欄から皆さんとつながることができます。 Google のアカウントが必要になりますので、 Google のアカウントでログインをしていただいて、ご自身のスマホタブレットから、ぜひ、ね、あのチャットを見るっていうところをあのポチッとしていただくと、他の皆さんがおしゃべりしてる、あのチャットで書いてくださってるメッセージなんかも見れますので、ぜひそんなの見ながら、皆さん自身もご自身もメッセージの入力というところをポチッとしてね、あのコメントをいただけると皆さん盛り上がって、皆さんとつながる放送部になるんじゃないかなと思いますので、このチャットというのはね、僕もね、そのログインしないと書けないんですよね。だからそのログインするのがちょっと怖いとかね、なんか悪用されるんじゃないかとか、そういうね、あの気持ちもある方も多いかと思いますので、なんかその安全なものですので、あのお孫さんとかお子さんに教えてもらって、一度そのログインしてチャットしてしまうと、慣れるともうチャットしなくてはうずうずしていられないかもしれませんのでね。もうでもね、本当うずうずされてる方がたくさんコメント書いてくださってて、特に最初の清見千本桜さん、一人でずっとうずうずして書きまくってたという噂を聞きましたけれども、本当ですね、はい、たくさんコメントいただいてて、ね、ういう、ヨヨさん、井上さん、うん、小槌小耳さん、うん、小耳さん、うん、はい、小耳さんとかですね、うん、コメント花見さん、たくさんコメントいただいてます。ありがとうございます。また、ね、皆さんの、チャットなんかも、ね、ご紹介しながら番組を進めていければと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で松原さん、もう登場早々、うん、はい、すごい素敵なお衣装で、あ、そうですね、やっぱりあの今年はまだまだコロナが明けたとは言っても、うんうん、なかなかこう夏祭りがそんなにねたくさんあるわけじゃないので、浴衣を着る機会があんまりなくて、この間あの鹿部町という、あの函館から1時間ぐらいあの離れたところの町の、うんうん、夏祭り、海と出湯のお祭りにお邪魔してきて、花火大会の前に歌ってきたんですけど、そこでもやはり浴衣をあの着て、という意味では本当にね、皆さんに浴衣でお目にかかる機会がぐっと少なくなっているので、今日はつながる放送でもぜひ浴衣をと思って、しおちゃんにもね事前に打ち合わせで言わなくて、そうなんですよ、白い衣装ですよと言ってたんですけど、確かに白でしょ、そうそう、確かに嘘はついてなかった嘘はついてない、そうそうそう、そう、でもびっくりしました、はい、ありがとうございます。いや夏はねやっぱり多少はね、こういう浴衣で楽しんでいただけたら、ね、本当にお似合いになるんで素敵だなと。何合い？お似合い、ありがとう。さっきちょっと耳がね遠くなっちゃった年を43歳ですからね、僕もね、しおちゃんと定築で一緒にほぼほぼ入社というか、しおちゃんの方が1年か2年先輩ですけど、僕が2005年にデビューしましたので、だからもうねあっという間に18年。そうですね、もう募る話はいっぱいあって本当にいろんなねエピソードはいっぱいありますよね。しおちゃんよく細かいこと覚えてるんですよ、僕なんか忘れるようなこととか、まあ、今日カメラやってくれてるね尾上さんとの話とか、尾上さんはだってキャンペーン入ったばかりの年ね、はい、無茶ぶりで司会やってくれて、おっぱっぴーとかそういうのやってくれたりとか、そうですね、あのよく皆さん翔平さんで覚えてるかもしれないですね。あ、そうそう、翔平さん、はい、もう全部フルネーム言っちゃったじゃないですか、やばいやばい、もう個人情報もあったもんじゃないですか、私も個人情報丸出しで、はい、あ、本当だ、はい、本当だ、本当だ、はい、失礼しました。そんな感じであの賑やかにお届けしたいなと思っております。はい、はい、で松原さん、早速先ほど、はい、あの早々に歌っていただいた楽曲は、はい、鶴ヶ半島、はい、あの最新のシングルのカップリング曲、はい、そうなんです、はい、あのラブイズオーバーなどのヒット曲でも有名な伊藤薫先生が、まあ、テレビの番組の審査委員長などでもね、うん、おなじみの優しい伊藤薫先生が、ね、これもやはり A 面候補の曲として作っていただいていた曲で、まあ、今回たまたまカサブランカという曲があのとても出来のいい曲で、皆さんから好評いただいた曲が A 面ということで、残念ながら B 面になってしまったんですけども、でも本当にやっぱりリリースしてからこの鶴ヶ半島リクエスト多くて、
B 面にはもったいないということもたくさん声もいただいて、だからこれも末永くこう長くね、あの歌っていける曲になったらいいなと思ってます。そうですね、はい、なんかすごくこう松原さんらしい、うん、なんか海で言ったら日本海すごい似合いません？まあ、確かにデビュー曲がね、うん、金沢望郷歌という北陸の日本海をキラキラ光る、ね、日本海を歌っていて、それから北陸本線という歌を北条先生に作ってもらったり、はい、それから今回の敦賀半島も福井の、あの敦賀半島、あの五木ひろさんのねふるさとのあたりの半島ですからね、まだ実は行ったことないんですけど、そうなんですね、あの辺の日本海のあたりをずっと想像しながら、あの歌ってますね。素敵な歌を聞かせていただいたんですが、今日ジョイサウンドで歌わせてもらいましたけど、はい、僕ねジョイサウンドのカラオケでこの歌を歌うの実は2回目で、一人カラオケでジョイサウンドに行って、はい、いろんなコンテンツあるじゃないですかジョイサウンド。だからそれ例えば松原健之のミュージックビデオを見るっていうのもカラオケじゃなくて、歌入りの例えばライブ映像とかそういうのもいっぱい入ってるんですよ。だから10年ぐらい前のカラオケっていうのは、うん、もうただカラオケ歌うだけでしょ。今をライブ映像を見たりいろんなことができる、ジョイサウンドの宣伝もしてしまいましたけど、そんなことでカラオケは歌うだけじゃなくて見て楽しむようなあのコンテンツもいっぱいありますので、一人で行っていただいて何時間ってね、例えばその飲み放題のねドリンクを飲んだりしながら楽しんでいただくのも一つの方法かなと思ってます。ありがとうございます、はい、ジョイサウンドの関係者の皆さんたくさん見てると思いますので、あ嬉しいですね、あの松原健之さんの新曲ぜひよろしくお願いしますありがとうございます。でカサブランカの方のお話も聞きたいなと思って、はいはい、この後、ね、また後半戦で歌っていただくんですけど、はい、今日はもうカサブランカね全然飾ってないですねハイビスカスとひまわり、ちょっとね夏っぽくハイサーイですね、はい、ちょっと新曲どんな曲、はい、楽曲でしょう。これはですね実は1年ぐらい前に工藤慎太郎君とそして松田聖子さんのヒット曲を手掛けられていた小倉亮さんというお二人がいつか松原君の歌を作ってみたいねって言ってた時に、うん、あのある時にこういう曲ができたよっていう風に慎太郎君からあのメッセージをいただいて、うん、もうぜひねすぐ仮歌取りたいから小倉亮さん の、 あのプライベートスタジオに行って仮歌取ろうって言って、仮歌を取って皆さんがいい声だねいい声だね曲に合ってるねとか言ってくださって、でリリース云々ではなくてそこで、まあ、温めてた曲というか、うん、そういう風に出来上がって、その後工藤慎太郎くんのコンサートと小倉亮さんのつくばのイベントで一度ずつあの計2回歌ったところ、ファンの皆さんと、はい、それを YouTube で見てくださったお客様が、うん、定築 の、うん、あのプロデューサーの方とか会社のプロデューサーの方にあの熱い思いを寄せてくださって、ディレクターさんとかが、うん、じゃあこの曲をリリースしようという運びになった曲なんですね。ですから初めて皆さんの声のおかげであの CD 化することができた、そんな曲なんです。うーんなるほどです。もう今ご覧いただいている方もね、はい、そのメッセージあの、うん、リクエストしたよなんていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。もうすでにねたくさん聞いていただいて、うん、あの感想いただいている方もいらっしゃいますが、あのカラオケファンに曲譜も載っていて、はい、練習してますっていう方もいらっしゃるみたいですね。嬉しいです ね、 ですね。カラオケファン の、 あのエッセイもね毎月普段着で会いましょうというのを書かせていただいて、うん、もう長いです、ね、古株になってきました。あの氷川さんの連載を抜くと次に古いですよって言われて、はい、で氷川さん今ちょっとお休みでねやられてるので、はいはい、ということは今の現時点で1位なのかというね、すごいこんな本当に若手ですけれども、ご長寿ご長寿ありがとうございます。皆さんねやっぱりそのリクエストの声がねそうなんですよ、大きいですからね。本を読んでくださってるっていうのをね本当にありがたいなと思う、うんうんうん、そろそろ表紙が来てもいいかなと思うんですけど、なかなかね。ご覧いただいてますでしょうか。カラオケファンさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますありがとうございます、はい、後ほどねその新曲はあの歌っていただけるということなので、そうですね最後 の、 あの後半に歌えたらなと思ってます、はい、それでは皆さんお待ちかねの次のコーナー行きたいと思います、うん、行きましょう。はい、続いてお便りコーナーになります、はい、事前に募集してました今月のお題は夏の終わりということで、うん、皆さんからおはがきをたくさんいただきました、おはがきご紹介させていただいた皆様には特製ステッカーに松原さんのサインを入れてお送りいたしますので、楽しみにお待ちください、はい、それでは松原さんおはがきご紹介お願いします。じゃあもうねたくさん読んでたくさんステッカーをね皆さんにもらってもらいたいと思います。じゃあまず5つ目じゃーん、はい、埼玉市のくくり姫さん、埼玉市のくくり姫さん、私は毎年ワンコの散歩時に感じているように思います。夏の終わりをね、暑い時期ワンコの散歩は夕方5時過ぎにしていますが、それでも暑いです。
それが用水沿いの桜並木を歩くワンコちゃんと私の影が徐々に長くなり、気がつくとセミの声がつくつく帽子になって、ああ夏も終わりなんだなと。今はまだ夕方5時でも暑いのですが、日差しの角度は随分変わってきました。秋を待ち焦がれているのに夏の終わりはなぜか寂しい気持ちにもなりますというメッセージ。ワンちゃんとの散歩で影がね長く伸びてきたり、ね、セミの声がミン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 からつくつくぼーしつくぼーし、確かにねこれはあるかもしれませんね。でもなぜか夏の終わりは寂しい気持ちにもなるというのもなんか言ってる意味もわかるような、ね、ちなみに松原さんの、うん、なんかこう夏の終わりを感じる瞬間で何かありますか？夏の終わりはもうやっぱり夏休子供の頃は夏休みの宿題とかが、うん、溜まって溜まって、もう終わってやばいみんな移させてみたいな夏休みの友とかをね、昔頭のいい友達の家に行ってカンニングしてきたり夏の終わりね、もう夏は本当にそういう意味ではね、夏休みはずっと遊んでましたので、うん、真っ黒に日焼けするぐらいまでプールに通ったりラジオ体操毎日やったりね、セミを毎日撮ってましたね子供の頃はね。だから確かに大人になって、うん、つくつく帽子ってなぜかね夏の終わりに泣いて夏が終わっていくんですよね。だからねくくり姫さんのこのメッセージね本当にいいですね。いいですね、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてじゃあもう一つ、はいはい、じゃん、はい、この方野の花子さん北海道の方、今年は全国各地猛暑の夏ですね。本当にそうですね。実は私は少々血糖値が高めという健康上の理由から甘いものは控えめにしているんですが、暑い日はやっぱり冷たいものが食べたくなります。なので我が家は冷凍庫にはいつも自分の好きなアイスを 3,4 個は常備しているんです。かっこ本当は良くないんですが、今特にハマっているのがチョコミント味のアイスで、同じ種類のものをよく食べています。あ、言い忘れました、今回のテーマでしたね。夏の終わりを感じる時ですが、長いですね前置きがねそのアイスの在庫がなくなっても買いに行かなくちゃと焦らなくなった時です。あ、アイスがもう必要なくなるってことですね。子供みたいで恥ずかしいです。まだまだ暑い日が続いていますが、公園を散歩しているとすでに、紅葉が始まっている木を見かけます。少しでも早く過ごしやすい気候になることを心から願っているこの頃です。カサブランカ応援していますと。ありがとうございます。チョコを買わなくても済むようになってくると夏の終わりを感じるという、うんうん、なるほど、こう食べ物で感じるのもいいですね。ちなみに松原さんはアイスは何派ですか？僕はパルムですね。あ、もうなんかバニラとか味でくるかなと あとはピノとかね、まあ、同じような感じですよ。チョコをコーティングしてあるのは好き。はい、パルムかピーノですね。いいですね、はい、ぜひこちらまでお送りください。溶けちゃうね。チョコ好きですね、チョコアイス。あとね、意外とねこうモナカで、はい、あんこが入ってるの、高級なセブンイレブンかな、 ありますね、なんか高級なね、はい、3つに割れるやつ、あれパキッと、うんうんうん、あれ美味しいですね。いいですね、はい、アイスが食べたくなる。ガリガリ君も好きです、はい、何でもいけますね、うん、梨味好きです。梨味美味しい、はい、梨味美味しいと思います、はい、ありがとうございます。もう一つ、野の花子さん、野の花子さん、ありがとうございます。もう一つ、はい、行きましょう。こちら、富士の雪柳さん、松原さんお忙しい毎日と思いますが、さて夏の終わりを感じる瞬間ですが、子どもの頃は、海へ泳ぎに行けなくなる頃、夏休みの宿題に取り掛からなくてはと焦る頃でした。今は日中は暑くても夕方になると秋の虫たちの合唱が始まる頃かな。カサブランカ鶴ヶ半島も、イメージがとても良くて好きですと。富士の雪柳さん、夏休みの宿題に取り掛からなくてはと焦る頃が夏の終わり、うんうんうん、僕とほぼ一緒の回答でしたね、うん、最後にやりたい感じですかね、うん、宿題は最後に、いや、やりたいっていうか残っちゃうんですよね、最後まで。なぜかなら不思議ですね。ちょっとせっかくなので見てる皆さんに、はい、ちょっとアンケートを出してみたいな。そういうこともできるんでしたっけ、確か、はい、夏休みの宿題は、うん、最初にやる派か、うん、最後に残す派か、ちょっとアンケートを取ってみたいと思います。はいはいはい、ちょっとお待ちください。夏休みの宿題を最初にやっちゃうか、はい、残っちゃうか、うん、残しちゃうか、どっちかね。確か打ち合わせでしおちゃんは残して最後にもやらないとか言ってましたね。すごいですね。やらないっていう手もあるかなと思って、そういう風になって定職に入社できるといいですよね。すごい、うちの尾上さんなんかもう勉強もバッチリやってましたから本当に。はい、
今質問をしました。はい、じゃあ質問。チャット欄にアンケートが出てると思いますので、はい、ぜひポチッとしていただきたいと思いますが、はい、皆さんこの紺色の定畜レコードのたった今ゼロ票ってやつ。はい。続々と票数が入ってます。片付ける派。最初に片付ける派か、うん、最後にやる派か。これを押せばいいんですね、どっちかをね。そうですね、ポチッと押していただくと1票入りますので、ぜひどっちが多いか。松原さんは最後派ってことですよね。アカウント Google、 これダメだね、僕はね。はい、皆さんぜひログインしてやってください、はい、お、70票増えてます、増えてます。お、74票、嬉しいですね。コメントの方もたくさんいただいてますが、はい、最後です。飯田佳代さん最後です。小林光子さんは最初派。飯田佳代さん最後っぽいねなんとなく最後っぽい。K エコーさん、計画を立ててやりましたよ。これ一番いいですね。K エコーさん、はい、K エコーさん、エコーさんの時代は夏休みの宿題あったのかなありましたね、失礼しました。ありますね、はい、新井ゆかりさん、1日1ページコツコツ頑張るタイプ。あ、こういうの理想ですよね。花見さん、昔のことはもう忘れました。これもいいですね。夏美さんは最後まで残します、笑い、ね、笑い。ヨヨさん、ギリギリ最後ですよ、だって。あと金道ちゃん、中学ぐらいまでは最後にやる派だったけど、うん、高校生になってやらない派になりました。しおちゃんと一緒ですね。そうですね、やらない派ってのもあるっていうのがねすごいんだよねうまくごまかせるものはごまかせる、ね、さあ皆さん105票、こっちの方がねチャットに頑張って。でもね、うん、どっちも同じぐらいですね。今105票いただいてて 50%50% ということで。あ、そうなんですか、はい、じゃあほんと半々、半々ということで。真面目な方と、いや真面目ですよ。あのね、僕も理想はね、あの計画的にやりたいタイプなんただね、僕日記つけるのとかもやっぱり苦手で、はい、あれ天気とか書かなきゃいけないから、はい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 、ズルできないのね、天気は、うんうんうん、何日の天気というのは本当に正確にやらないと ね、 ね、日記私苦手だったな。あ、わかります。三日坊主。あ、そうですか、はい、僕も5年とかの日記帳買うんですけど、三日坊主ですね、だいたいね。私も買いました。だいたいね、買いましたけど、こういうの買うんですよ。かけなかった。三日坊主でした。できない人に限ってね。はい。ということで、はい、これ決着つかず、50%50%です、ね、アンケートの方終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。具体的に何票何票と出るんですか、だいたい。ね、出ましたが、110票の投票いただいたので、うん、ね、最終的に多分ギリギリで押していただいた方多かったのかな。最後にやる派が 50%、最初に片付ける派 49% ということでいただいてました。あと 1% どこ行っちゃったの。どっち行っちゃったんですかね。どこ行っちゃったね最後にやる派が若干多かったね、なるほど、はい、いただいてます、まあ、ありがとうございます。ほぼほぼ半々ということですね、はい、白木京さん、日記は適当に書いてました。天気悩みの種ですね。うん、そうですね、皆さん同じ悩みを抱えながら。エコーさん、ほら松原さんなんてことをおっしゃるの、まだまだ私は若い気持ちです。気持ちですってことはやっぱ若くないんだねはい、日記は適当でした。あ、そう、消えた 1%、はい、確かに。ありがとうございます。消えた8月っていうね、合唱曲歌ったんですよ、僕。へえ。うん、まあ戦争の反戦歌なんですけどもね、すごくいい斬新な歌でしたね。子供の小学校の合唱コンクール、中学で。ちょっと暗めの歌ですけど、すごくやっぱりあのメッセージ性があっていい歌です。今でも好きですね。ちょっと後で聞いてみようかな、うん。消えた8月。ありがとうございます。じゃあ松村さん、おはがき、はい、次のほう行きましょうか。じゃあこの辺に行きます。はい。こちらはね、白いバラさん、テーマ夏の終わり。私は何も書かれていない原稿用紙やレポート用紙を見ると夏の終わりを感じます。宿題の読書感想文や論文まだ書いてないというね。パソコンや AI があったらよかったのにとね。パソコンがあっても別にね、内容は自分で書かなきゃいけないもんね。AI だったらね、やってくれるかもしれないけど。どうなんだろう、今の子供たちは AI で日記を書いたり宿題を片付けたりする子いるんですかね、うん、どうだろう、それ最先端です ね、 ね、うん、確かにこう結局この方も宿題が溜まってるのがこう夏の終わりを感じるってことですよ ね、 すね、うん、白いバラさんどうだ、 1% 入りましたねこれねそうですねすごいね、新しい案で、みちさんかな、小学生の頃は絵日記を夏休みの初めに片付けようと未来日記を書いてましたっていう斬新な宿題を片付ける方いらっしゃいますね。なかったことをこうあったように書くと。そうですね、でそれをやる、実行すればいいわけですもんね。そうですね、確かに確かに。なるほど、新しいですね。
ありがとうございます。うん、いろんな方がいますね。もうおはがきもうちょっといけるかな、いってますか。じゃあ今度一番この前の方にしましょう。はい、タンタンさん、夏の終わり、花火大会やビアガーデンが終わり、浴衣をクリーニングに出してしまうとき、ああ今年の夏が終わっちゃったんだと感じますね。こういった浴衣をね、花火大会とかで着たやつをクリーニングに出すときに、ああ今年の夏も終わりだなと。これいいですね、風情があって。いいですね、ちょっと俳句になりそうな感じですね。素敵なおはがきですね。ね、なんかね、素敵なこういう絵はがき。じゃん。ね。ね。素敵なおはがきいただきました。涼んでる、ワンちゃんと一緒に。こう縁側で涼んでるようなおはがきですね、うんうんうん、あ、札幌のテレビ塔がちゃんと、載ってる。素敵なおはがきありがとうございます。北海道の方ありがとうございます。タンタンさん、じゃもう一枚いきますか。じゃあ今度真ん中辺から、はい、こちらの方、じゃん、はい、札幌市、あ、また札幌の方、佐々木さんですね。箇条書き3つあります。夏の終わりを感じるとき、1つトンボを見たとき、赤トンボね、秋の象徴ですもんね。2、自分の誕生日が来たとき、8月26日が誕生日なのです。確かに夏の終わりですね、うんうんうん、スーパーやコンビニで栗やさつまいもを使ったお菓子が並んだ時、うん、栗やさつまいもを使った、まあさつまいもってなんかお菓子としては全もう今 一年中ありそうなイメージありますけど、うんうんうん、栗はね確かにね、うん、秋を、栗の食べ物ですよね秋はね、うんうん、秋は秋の食べ物ですね。夏の終わり頃ドライブをした時に、ちょうどメロン畑の後始末をしている農家の方がいました。収穫していないメロンがゴロゴロと転がっていて、好きなだけ持って行っていいと言われたので10玉以上もらったことがありました。すごい、北海道はやっぱでっかい道じゃないですけど、すごいです ね、10玉もらっても、うん、大盤振る舞いですよ ね、うん、全部持ってっていいよって感じで、はい。そうか、でも今年は結構農作物は大変みたいですね、雨が降らない。あ、なんか今日朝もそうですか、枯れちゃったりする、うん、ニュースでやってましたけど、ね、新潟のお米が畑がね、田んぼが結構大変だとか、 あとあの枝豆が倍ぐらいの値段になるんじゃないかって言ってましたね。あ、じゃあ大変、水岡君大変だね、枝豆。そうね、本当にね、そうそうそう、ね、新潟はしおちゃん、僕がデビューした頃ね、新潟放送とか新潟あたりをね、しおちゃん担当してくれてたから、キャンペーンに行きましたね、一緒に行きましたね、はい、桜祭り行ったりとか、はい、そう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 、それにも枝豆はちょっとね、気になりますね。ね、なんかその季節の美味しいものみたいなのを食べるとなんかこう思い出す、うん、私もなんか果物好きなんで、ええ、こうスーパーでブドウとかが並び始めて、ブドウとか梨とかが並ぶと、はい、秋だなと、秋が来たなというの。確かにね、ブドウ美味しいんですよ。僕も昨日スーパーでデラウェアって言うんですか、あのデラウェイ、うんうん、なんかちっちゃい小粒の ね、はい、ありますね、あれ子供の頃よく給食とかね出てましたけど、はい、今結構いい値段するんですよね、しますね、あれね、うんうん、でも甘くてね、すごい美味しかったです。一房今日ペロッと食べちゃいました。いいですね、はい。あとね、花見さん、花見さん、読売、花見さん、あと悦子さんもそう、24時間テレビを見ると夏の終わりだなと感じます。はいはいはい、国民的な番組ですよね。そうですね、もうね、24時間番組、負けないでの歌を聞いた時に、なんか番組を見た時に夏の終わりを感じます。確かに今年は8月26、7日ですかね。そうですね、松原さんも、僕も石川県の方で久しぶりに8月27日、はい、お邪魔してきます、うんうん、その日はね、流星くんと一緒に能登の方へ、アルプラザ鹿島に行ったり、マットのね、温泉に行ったり、一人で、うんうんうん、2カ所で歌わせていただく予定です。ぜひ行かれる方、はい、ね、確かにね、夏の終わり感じますね。いいですね、うん、あと白木京さん、子どもたちが並んで学校に行く姿を見ると夏が終わりかなとか、うん、どうしてどうして、一年中じゃないの、お休みだった子たちが、うん、ランドセル背負ってまた学校行くようになってる姿、通学する姿、あ、お休みだった子たちはね、夏休みが終わったなっていうのを。そうか、僕らの子供の頃は一年中ずっと通学みんなで歩いて行ってましたね、小学校の時、うんうんうん、なるほどね。じゃあ松原さん、時間も時間なので、はい、うん、最後もう一枚終わりましょうか。こちら、はい、じゃん、はい、浜松、希望名が浜松の自画爺さん、うんうん、はい、我が家のシンボルツリー、カツラの木ですね。一戸建てを建てた翌年2005年、僕のデビューした年ですね。カツラを植えました。カツラの木は落葉樹で、春になるとハートの形をした若葉が芽吹き、とても可愛い葉っぱです。5月になると青葉が眩しいほど、夏になるとハートの葉が、所狭しと葉で覆われ、
幹や枝にはクマゼミがやかましいほど鳴き、立秋を過ぎるとセミがいなくなります。9月が過ぎると葉も黄色くなり、夏の終わりを感じる季節となります。我が家のカツラもたけし君と同様に、植樹して18年、 3.6 メートルの高さも今では 7.5 メートルとたけし君ともに成長しています。すごい。浜松のジガジーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 3.6 メートルから 7.5 メートルに成長したということで、うんうんうん、僕も成長したいですね。横じゃなくて縦に。はい、ありがとうございました。じゃあうまく閉まったところで、はい、閉まりましたね。うまく閉まりました。ジガジーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんにはね、はい、ステッカーを送りさせていただきます。します。たくさんのおはがきありがとうございました。ありがとうございました。番組では次回もおはがきを募集します。来月のテーマや応募方法はこの後番組の最後にご紹介しますので、楽しみにお待ちください。はい、それではスタジオ内換気タイムとさせていただきます。ご覧の皆様には新婦情報をお届けします。 VTR の方大丈夫でしょうか。どうぞ。私がこんなに知りたがりなのは、泣きたいくらいに、泣きたいくらいに、あなた、あなた、あなたを愛して心にすがるのは惨めなだけです。つらすぎる琵琶湖疎水の岸辺に立てば、身の晩鐘してます。伊達裕太です。実は8月の16日に伊達裕太新曲発売させていただきました。曲のタイトルが土砂降りの雨だからです。今までになく大人のラブストーリーを描いてます。ぜひぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。そして皆さん歌ってくれたら嬉しいです。伊達裕太でした。バイバイ。
やー伊達さんで終わりましたね、はい、ありがとうございます。ご無沙汰してましたよ。全然ご無沙汰してないんですけどね。この間プライベートがちょっとあったんですよ。そう、多分ねコメント取ったのがちょっと早かったです。少し前なんだ。じゃあその後にあったかもしれない。ご無沙汰した時になるほどなるほど、そうかそうか。じゃあその後会っちゃったんだ、はい、でそんな伊達くんと松原さん、はい、実は、うん、間もなくまた一緒のイベントがあります。あさってですよ。はい、定地区のお兄さん浜博也さんと半田浩二さん、を引き連れてですね、松原武史とエドワールド伊達裕太東京力車というね、はい、この6組であさってです。葛飾リリオホール、あ、亀有で、失礼しました。亀有ですね。亀有リリオホールです、はい、8月23日水曜日の、はい、13時開場、13時半開演、はい、亀有リリオホールということで、こちらまだ若干チケットがあるそうですので、あ、もうぜひぜひ、もうみんな争奪戦です。生歌を聴きに来ていただけたらなと思うので、はい、そうですね、こういう機会ですからね、絶対生の歌をね聴いて、あの歌声のシャワーを浴びて、なんかね元気になっていただきたいですね、はい、今回のこの、うん、演歌ライブは定地区のアーティストだけが、そうなんですよ、はい、6組出演して、うん、スペシャルですよ。定地区アワー夏男祭りということで、はい、開催されますので、定地区のね先輩の歌を歌うってコーナーもねあったりして、そうですね、はい、そうですね、そちらも楽しみにしてます。松原さんが何を歌うのか、そうですそうです、もうねあれを歌います。なんだろう、ちょっと楽しみにもう楽しみにしていてほしいですね、はい、たいなと思います。定地区いい先輩本当たくさんいますからね。23日行きますよとか、はい、あの松原さん行きますよ、サピョンさんとかよしこ T さんとか、うん、はい、伊達くんに乗り換えって意味わかんないね、清見専門坂さんね、はい、なんだろうね、多分ね前に話の流れがあるんだと思うな、多分ね、はい、小槌小耳さんは亀有行きますよということでいただいてます、ありがとうございます、はい、で、あのこの演歌祭りをちょっとこう盛り上げようということで、うん、あの SNS の方で、はい、定地区夏の男演歌祭りってやってるの皆さんご存知でしょうか、うん、知らない、ちょっとこう番組見てるとできないんですけど、うんうん、見終わった後ぜひ YouTube を見ていただくと、はい、この夏、あの松原さんの、ね、コメントとかもいただいたんですけど、うん、定地区夏の男演歌祭りのプレイリストっていうので定地区の男性演歌の楽曲がたくさん並んでるプレイリストがあのお楽しみいただけますので、うん、ぜひ YouTube でも見ていただきたいのと、それを宣伝するあのツイート、うん、定地区の公式アカウントで対象のツイートをリツイートしていただくと、あの抽選で3名様にさっきも出ましたが夏に食べたいアイスクリームギフト券が当たるという、お、ギフト券っていうことは1個じゃないですね、そうですね、はい、何個か買えるギフト券、そうですね、はい、はい、そのプレゼントよくあるのはハーゲンダッツさんのねやつとかね、そうですね、あ、そうですか、すいませんでした、ちょっと何とも言えないんですけどそういう感じのやつですね、そういう感じののがもらえるというギフト券をやってますので、ね、はい、ぜひあのこちらもご参加いただきたいんですが、あの演歌ライブにいらっしゃる方はちょっとロビーでうちのスタッフ、あの、うん、私も行きますが、はい、しおちゃん、あのこのキャンペーンのやり方なんかもね分かんない方に一緒にあの説明なんかもできたらなと、ね、はい、思っておりますので、ね、はい、ぜひあの遊びに来ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあロビーでしおちゃんに会えるんだ。あ、そうですね、生しおちゃんに、そうですね、どっかで会えるかもしれない、それ目的に行くっていうのはいいですね、来てくれるかなぜひあの見かけたら声かけていただけると嬉しいです、ありがとうございますで、続いてなんですが、恒例のジョイサウンドで歌おうのコーナーをお届けしたいと思います、はい、待ってましたという方多いんじゃないかと思います。このスタジオには、ジョイサウンドの最新機種 MAX GO がありますので、うん、まあ、その MAX GO の素晴らしさ、音の良さを皆さんにも一緒に楽しんでいただこうかなと思い、今日は夏の終わりにぴったりなこの曲をセレクトしてみましたということで、井上陽水さんの少年時代、あ、もう今の季節に聞くのがぴったりなんじゃないかなと。そうですね、はい、影がこう伸びてとかね、そういう歌詞、子供の頃は何の気なしにこう歌ってましたけども、うん、こう大人になって聞くと、あ、やっぱ名曲だなと思いますね、そうですね、詞もメロディーも、うーん、あ、ちょっと今日はチャレンジしてみたいと思います、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ、松原さん、はい、歌のご準備をいただいて、はい、はいはい、行ってきます、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、はい、ではでは聴いていただきたいと思います。井上陽水さんのスタンダードナンバーですね、名曲を聴いてください、少年時代。夏が過ぎ風あさみ、誰の憧れに
さまよう青空に残された私の心は夏模様。夢が覚め夜の中、長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで、夢はつまり思い出の後先。夏祭り追いかがり、胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様。目が覚めて夢の後、長い影が夜に伸びて、星屑の空へ。夢はつまり思い出の後先。夏が過ぎ風あさり、誰の憧れにさまよう。8月は夢花火、私の心は夏模様。1990年の名曲色褪せない少年時代聴いていただきました。さて、そんな1990年の名曲から新しい歌、7月の5日に発売しました僕松原健の20枚目のシングルになります。この歌ぜひ聴いていただきたいと思います。工藤慎太郎作詞、小倉良作曲、カサブランカ。誰もいない駅で君を待ち続けた。一人見上げるのは雲のない青空。どんな悲しみさえ時が連れ去るけど、降り注ぐ日差しの中では白い花が揺れる。カサブラまた会いたい、たとえそれが夢でも。
カサブランカ、胸に抱き寄せた愛の香りが消えない。誰もいない海で風に吹かれてみる、二人歩いていた思い出の砂浜、どんな輝きさえやがて移ろうけど、降り注ぐ月夜の中では白い花が燃える。カサブラただ会いたい、たとえそれが嘘でも。カサブランカ、耳に鳴り響く愛の波を途切れない。カサブランカ、また会いたい、たとえそれが夢でも。カサブランカ、胸に抱き寄せた愛の香りが消えない。カサブランカ聴いていただきました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。またスタジオでね歌わせていただくというのは生放送というのもあって、はい、緊張しますね、編集できないから。素敵な歌声を聞かせていただいて、生本番で、スタッフも聞き入ってる、うん、いやさっきのリハーサルよりは上手だなみたいな顔してね、いや見てくださってました。すごいね、やっぱね、生で聞くステージでね、見るのとまたちょっと距離も近いんでね、うん、そうですね、また画面で見てる皆さんもこの暑い夏になんかこう2曲続けて聞いて、涼しいこう涼、夏の終わりを感じたとか、涼やかな風が吹いてきたなんていうコメントもいただいて、うん、なんかね、このジョイサウンドのカラオケもする、カラオケってなんかその、まあ、本人映像の場合もあるんですけど、あの俳優さんがね、はい、あのこうお芝居っていうかなんかこうなんか花を持ってたりとか、ありますね、そういうシーンが、あれそれこそ AI のあれなのか、うん、その時で映像が変わったりもするんですよね、うんうん、組み込まれてる映像ももちろんあると思うんですけど、
だからその時その時歌詞に合わせたあの多分その映像を持ってきたりとか、その技術がすごいなと思ったりして、うんうん、いつも感心してるんですよね。ありがとうございます、うん、また褒めていただいて、いえいえ褒めていただいて、はい、ありがとうございます。そんなあの松原さんの最新シングル、はい、カサブランカ好評発売中です、うん、ありがとうございます。お近くの CD ショップ、はい、取り扱い店、あと定築のオンラインショップでもお買い求めいただきますので、ぜひご利用ください。はい、ではお別れの時間が、そう、あとね9月27日にこのアンコール版が出るんですよ、はい、実はそれをですね、さっきね情報がさっきホームページで6時とかなんか、そうそうそう、解禁になったばかりで、はい、出てますね、あの桜ひとひらというカップリング曲、新たに作っていただいた曲と2曲入ったそのシングルが出ますので、うんうん、よかったら楽しみにしてほしいなと思います、はい、そのご予約も多分もう定築のオンラインショップでもご予約いただけるようになっていると思いますので、はい、はい、ぜひご利用いただければなと思います。カラオケに行きたくなりましたとかね、すごいね、いいですね、めっちゃ癒されましたって、きたちゃんめっちゃ素敵です、明日からまた頑張れますとか、そうカラオケはね一人の世界に入れますので、一人カラオケの場合ね、まあ定築は同じその、まあ、親会社がジョイサウンドってこともあるので、うんうん、ぜひねカラオケ、まあ機種はジョイサウンドで最後言えませんけどジョイサウンドで、指定していただいて、はい、ぜひカラオケ楽しんでいただきたいですね。ね、ありがとうございます、うん、ではお別れの時間が近づいてきましたが、もう心の、ね、小玉が流れるとお別れの時間ですね。そうですね、この心の小玉を知っててくださる松原さんも、僕はギリギリね CD に入ってないんですよ。でもみんなね、そうそうたる先輩方が定築のこの歌を、そうですね、2004年、そうなんだよ、僕2005年デビューだから ねそうですよね、そうなんですよ、そんな心の小玉、そうそうそう、はい、流れてきましたが、はい、途中から見たよっていう方もね、うん、アーカイブが残りますので、そう、最初からぜひ見てください、はい、ご覧いただければなと思います、うん、はい、あとね実は第4回で出演いただいた松原さんのアーカイブも残ってるんですよ。なのでぜひあの合わせて、じゃあそちら見てないよって方、最近松原さんの金沢望郷歌で知ってファンになりましたっていう方もね、うん、遅いですね、随分最近、ありがとうございま す。でも今からでも遅くないです、ぜひこれから応援よろしくお願いします。振り返って第4回とそうです、ね、はい、見ていただけたらまた嬉しいなと思います、はい、うん、そして、はい、次回の放送のお知らせなんですが、うん、9月はなんとスペシャル、そうなんですよ、あの先輩がなんと2回放送がございますので、はい、ぜひ皆さんメモのご準備をお願いします、ね、メモしてください皆さん、はい、まずは、9月20日水曜日19時から、はい、なんとお当番は山本譲二さんがスタジオにお越しいただけます。譲二さんがもうスペシャルですね、はい、これはね、この日はですね、ジョージさんの新曲、うん、道のく忘れゆきの発売日ということで、まあ、新曲のお話はもちろんなんですが、はい、なかなかこんなチャンスないので、うん、皆さんからぜひジョージさんに聞いてみたいことを募集したいなと思ってます。わ、すごい、今あの宛先の方ちょっと出てましたが、はい、また最後にもね出ますね、ジョージさんへの質問やメッセージをお寄せください。でこの日、9月20日水曜日の19時ということで、はい、いつもと曜日と時間が違いますので、ぜひお間違いないように19時から20日19時と覚えてください。そうですね、ご注意いただければと思います。ジョージさんに直々に質問ができるなんてね、ことはどんな放送になるのか楽しみですね、はい、楽しみにしたいと思います、はい、そして、通常回ですね、うん、9月25日の月曜日、はい、夜の8時からこちらいつもの曜日と時間ですが、はい、9月25日20時からは、お当番に伊達裕太くんをお迎えしてお届けしたいと思います。おしゃれ番長、はい、はい、でこちらのテーマは秋の楽しみということで、うん、まあ、食欲の秋、芸術の秋、いろんな秋がね皆さんあると思うんですが、皆さんの秋の楽しみを教えてくださいということで、まあ、9月25日だったらちょっと涼しくなって、まあ、秋の気配をね本当に感じられるタイミングじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんの楽しみにしていることを教えてください。たくさんのお便りご視聴お待ちしております。いや、9月は2回しかもジョージさんと伊達くんって贅沢な秋のプレゼントです ですね。ありがとうございます。さすが松原さん、はい、素敵な言葉で締めていただきました。ちなみに松原さんの秋の楽しみなんかありますか？僕はね、10月1日が誕生日なんですよ、はい、秋生まれなので、うんうん、やっぱり秋祭りとか、うん、あの地元のねふるさとであの太鼓叩いたりとかね、祭りの時期は好きでしたね。あとは食欲、読書の秋の夜長、あ、読書、松原さん本もよく読まれますもんね。いや、それはね五木ひろゆき先生と出会ってからですね、やっぱり失礼に値しないようにって先生の本を読ませてもらって、それから本が好きになったりして、最近全然読んでないですけど、最近のねあの小説とかいろんなのはね読めてないですけど、
一木先生関連をね読ませてもらってます、うん、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、うん、またね皆さんどんな秋が好きなのか秋の楽しみをたくさん、ね、教えていただければ、ぜひ一緒に参加していただくね、この定地川はつながる放送部ですからね、はい、一緒に参加してください、ぜひ。ありがとうございます。でじゃあ松原さん、うん、最後の最後、はい、告知事項を。もうそうですね、9月3日からコンサートツアーがスタートします。9月3日仙台からスタートして9月9日かな東京の方は、それからもう神戸9月18日とかね、6カ所全部で、最後の10月1日は横浜、そして、高崎の群馬の高崎とね、6カ所行きますので、よかったら皆さんコンサートにいらしてください。いっぱい歌います。ありがとうございます。いいですね、なんか横浜とか高崎とか、うん、なんかこうちょっと違う。そうなんですよ、今回初めてなので東京以外にその近隣でね、横浜とか高崎は、だからお客様ね来てくださるか不安なんですけども、ぜひ、皆さん応援してくださる方、お友達をお誘いの上来ていただきたいですね。ですね。で先ほどもありましたが、はい、9月の27日にはアンコール版も、うん、そうなんです。9月だから9月20日はジョージさん、25日は伊達くん、そして29日、27間違えて最後27は松原武史のアンコール版と、はい、3本立てで一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてたびたびになりますが、はい、8月23日ですね、明後日はこちらの東京インターライブ、はい、東京インターライブ、はい、定地川は若干お席がありますのでね、はい、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます、はい、本当にたくさんの皆さんご視聴いただいて、そうですね、チャットもいっぱい、今、ね、330人とか、あ、ありがとうございます、すごくたくさんの方見ていただいておりました。ね、嬉しいですね、はい、チャットも本当にコメントたくさんいただいて、生放送嬉しかったですとか、ダッピーさん楽しみにしてます、清見千本桜さん横浜高崎東京へも行きますねとか、あ、嬉しい、ありがとうございます、はい、夏美さん楽しかったです、うん、コンサート楽しみにしています、 ありがとうございます。和子さん、生たけしさんを堪能しました。あ、なんか、ね、インターネットサイン会は一人で喋ったりしてるので、はい、このつながる放送はしおちゃんと掛け合いができるのでね、うんうん、なんかいつもと違う感じですごく楽しかったですね。本当ですか、ありがとうございます、はい、そう言っていただけるとやりがいがありますね。で、あさってしおちゃんもロビーにいるという話ですから、ぜひ皆さんね、はい、リリオホールにいらしてください。はい、ぜひお越しください。チケットなくても来てください、しおちゃんもね。ぜひお待ちしております。で、あの皆さんね、番組面白かったよとか、はい、あのいう方はあのこの終わった後あの、うん、グッドボタンがあると思うんですよ、ね、あ、グッドボタン、はい、YouTube のグッドってやつ、あの松原さんのネットサイン会とかでもそうなんですけど、そうぜひそのグッドボタンと、うん、あの面白かったよっていうコメント、え、グッドボタン29しかないよまだ、え、嘘、私のところ83ついてるよ、うん、あれあれ、じゃあこれちょっと遅れてるのかな、遅れてるかもしれない、もっと押してください、たくさん押していただいてるんですけど、あのどんどん増えてますね、グッドボタンが増えたりコメントが増えたりとかすると YouTube ですごくこういい動画っていうね評判になるので、もうぜひね、僕の時に限らず、もう定地区の定地区のこのネットワークをどん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 ね、広げてネットワークで、それでまたね次の回ジョージさん、そしてね伊達くん、みんなにこう広がっていって、みんなが幸せハッピーになるようなね、はい、感じになっていただきたいですね。ぜひあの松原さんのミュージックビデオなんかもいいねを押していただいて、コメントを書いていただくと本当にたくさんの皆さんにおすすめされて、どん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 その楽曲とかあの番組が広がっていく。アイドルグループのねビヨンズというその中のホノピーと言われている小林ほのかさんがピアノを弾いてくれて、はいね、ミュージックビデオも参加してます、はい、CD の音源も小林ほのかさんが弾いてくれてますのでね、そちらもぜひ注目してください、はい、まあ、YouTube でも見ていただいて、うん、DVD 付きもお買い求めいただいて、そうなんですよ、はい、うん、ぜひお楽しみいただければなと思います、はい、本当に皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。松原さん、最後の最後、皆さんにメッセージを伝えてお別れしたいと思います。はい、おかげさまで2005年9月に金沢望郷歌で定地区で産声を上げて、おかげさまで18年、経ちました。いまだにこう定地区の方々に見捨てられずに、こうしてまた定地区アーマーにも出していただいて、本当に幸せだなと思います。大変な、ね、コロナ禍が長く続いて、皆さんちょっと息苦しいような生活を強いられたという、そういう感じだったと思いますけども、少しずつコロナが明けて皆さん楽しい時間を作れるようになってきたんじゃないかなと思います。こういうライブもそうですし、いろんなコンテンツで定地区レコードの商品とかを楽しんでいただいて、この秋に向けて、秋の夜長、芸術の秋を楽しんでいただけたらなと、そんな風に思います。これからも本当に一つよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは皆さん、コンサートでね、はい、またお会いできるのを楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。さよなら、また来月、また来月、ジョージさんだよ。ありがとうございました。さよなら。